SP ・バーラス・ブラマニアムは、インドのテルグ語映画、タミル語映画、カンナダ語映画、ヒンディ語映画、マライアーラム語映画で活動した、プレイバックシンガー、音楽監督、俳優。SP ・ B ・ボルーの別名でも知られていた。これまで16の言語で10万曲以上のレコーディングを行っており、ナショナルフィルムアワード、ナンディ賞、タミル・ナード・シュ映画賞、フィルムフェア賞、 フィルムフェア賞南インド映画部門など、インド各地の映画賞を数多く受賞した。彼は世界で最も多く映画の曲を歌った男性歌手としてギネス世界記録に認定されている。2012年にネトラルナショナルアワード、インディアンフィルムパーソナリティオブザイヤーを受賞しており、インド政府からパドマシュリー勲章、パドマブーシャイ勲章を授与されている。 2020年9月25日、2019、新型コロナウイルスにより死去した。1946年に、ネルールで生まれる。父は、張り方のアーティストで、舞台俳優としても活動していた。バーラス・ブラマニアムには、SP ・サイラージャーを含め2人の兄弟と5人の姉妹がいる。バーラス・ブラマニアムは、幼少期に音楽に興味を抱き、寄付法を学んだ。 彼が音楽に興味を抱いたのは、母の影響が大きかったと言われている。成長後、彼はエンジニアを目指して、ジャワハルラ・アルネル工科大学に進学したが、チョーチフスを患い研究を中断し、マドラスのエンジニア協会の巡回員となった。彼は、工学研究の合間に音楽を学び、音楽コンクールで賞を受賞している。1964年に、 テルグ文化団体が主催するアマチュア向けの音楽コンクールで最優秀賞を受賞した。彼は、アニルター、イライア・ラージャ、バースカル、ガンガイ・アマランが参加する軽音楽グループのリーダーだった。また、SP ・コーダン・ダ・パニとガンタ・サーラが審査員を務めた音楽コンペティションではベストシンガーに選ばれている。彼は、音楽家になる機会を得るため、 ニーラベイエ・ニダムナーンガドを作曲して、音楽監督の元を訪れて回り、PB3 にバスからの支援を受けて活動していた。プレイバックシンガー1960年代から1970年代1966年12月15日、バーラスブラマニアムはシである SP コーダンダパニが音楽監督を務めた、テルグ語映画、スリスリスリマリア・ダラ・ラーマンナのレコーディングに参加し、 プレイバックシンガーとしてデビューした。8日後には、カンナダ語映画、ナッカレ・エイド・スワーガのレコーディングに参加し、続いて、タミル・語映画、ホテル・ランバの曲、アターナ11パジ・イランド・ホーエッセソナイ・ナラシューのレコーディングに参加したが、同作は、制作が中断されたため公開されなかった。この他に、キャリア初期の曲としてピース・シェーラとデュエットした、シャンティ・ニール・イムの、 アイアカイエヌムイーラヤカンに、アジマイ、ペンの、アイアロムナイロビバがある。ポーナミーナイレイビルパニベザムイレビールではエス・ジャーナキと、初めてデュエットを組み、ケイデル・パラムでは、音楽監督のジー・デイバラージャンに起用され、初めてマライアーラムの映画の曲のレコーディングに参加した。バーラ・スブラマニアムは、大半の場合、楽曲のレンダリングを1日で終わらせる。1981年2月8日に行った。 レコーディングでは、ウペンドラ・クマールが作曲したカンナダ5曲のレコーディングを午前9時から午後9時までの間に行い、同時にタミル5曲19曲、ヒンディー5曲16曲のレコーディングも行っている。彼はレコーディング作業について、1日に15曲から20曲をレコーディングすることもありますが、それまでこうした曲数をレコーディングをするのはアナンド・ミリンドだけでした。そして、 私は最後のフライトでチェン内に帰っていますと語っている。1970年代は m s ビシュワナーダンが音楽監督を務める作品で MG ラーマチャンドランやシバージがネーシャンのために曲を手掛けた。この時期にはピースシェーラ、S ジャーナキ、バーニージャイラーム、LRE シュワリとデュエットしている。 1980年代 SP バーラスブラマニアム1980年公開のソングカラバラナムで国際的な知名度を上げた。同作はテルグ語映画史上最高の映画の一つに挙げられており、KV マハデ版が作曲したサウンドトラックはテルグ語映画でカルナータティック音楽を取り入れる契機となった。また彼は伝統的な訓練を受けた歌手ではなく、 映画音楽の要素をサウンドトラックに取り入れた。バーラス・ブラマニアムはナショナルフィルムアワード最優秀男性プレイバックシンガー賞を受賞し、1981年にもイーク・デュジェー・ケリーで同賞を受賞している。この時期はイライア・ラーチャが作曲した曲を S ・ジャーナキとデュエットすることが多く、この三人の組み合わせは1970年代から1980年代にかけて、 タミル語映画で大きな成功を収めた。代表作には、サガラ・ソング・ガメム、スワティ・ミューティアム、ルドレイビーナのサウンドトラックがあり、バーラス・ブラマニアムは、イライア・ラージャと共にナショナルフィルムアワードを受賞している。1989年に、スーラジ・バルジャーティアの、私は愛を知ったで、サルマン・カーンのプレイバックシンガーを務めた。同作のサウンドトラックも成功を収め、 バーラス・ブラマニアムはディル・デーワナでフィルムフェア賞最優秀男性プレイバックシンガー賞を受賞した。これ以降、彼はサルマン・カーン主演作でロマンティックシンギングボイスを務めるようになった。この中で最も知られているのはハム・アプカ・ハイン・コーンである。同作はボリウッド映画歴代工業成績の上位にランクインし、ラタ・マンゲシカルトデュエットしたディディ・テラ・デバー・デーワナは 人気を集めた。同作の成功により、バーラスブラマニアムのインド最高のプレイバックシンガーとしての地位はより強固なものになった。また、気象力マールが1970年代にラジェシカンナーの声と認識されたのと同様に、バーラスブラマニアムは1990年代に入るとサルマンカーンの声として認識されるようになった。 1990年代以降第47回インド国際映画祭でインディアンフィルムパーソナリティオブザイヤーを受賞するバーラスブラマニアム1990年代はビディアサーガル MM キーラバーに SA ラージクマールデーバの楽曲に参加し特に AR ラフマーンとの仕事で大きな成功を収めたハムサレカとはプリーマローカで仕事を共にして以来コンビを組むようになり バーラスブラマニアムがカンナダ語映画で歌う曲の多くはハムサレイカが作曲した曲になった。ハムサレイカが音楽監督を務めたソンギタ・サガラがナヨギパンチョック・シャー・ゴベイにも参加し、ナショナルフィルムアワード最優秀男性、プレイバック・シンガー賞を受賞した。AR ・ラフマンの音楽監督デビュー作、ロージャーでは3曲のレコーディングに参加し、 これ以降ラフマーンとコンビを組む機会が多くなった。この他の代表作には、アヌパマーとデュエットした、パデアムガームの、ジュライマシム、キージョックチーマイイーラの、マヌースマンサより、ミンサラコナベの、トンガトマーアイがあり、デュエットでは、大半の曲を歌っている。2013年に、チェーンナイエクスプレスアイと勇気のヒーロー参上の、チャナイエクスプレスを歌い、15年ぶりに、 ヒンディー語映画のレコーディングに参加した。声優、バーラスブラマニアムワケーバーラチャンダルのマンウェイダリー以来テルグゴフき替え版に声優として参加した。これ以降、複数の映画でカマルハーサン、ラジニカーンとビシュヌバルダン、サルマンカーン、ケーバーギャラージ、モハン、アニルカプール、キリシュカルなど、ジェミニガネーシャン、アルジュンサルジャ、ナゲーシュ、カールティク、 ラグバランなどの吹き替えを務めた。この中で、カマル・ハーサン主演作のテルグ語吹き替え版では専属で彼の吹き替えを担当するようになり、デサバターラムでは彼が演じた10役のうち7役の吹き替えを担当している。アナマイアとスリサイ・マヒマでは南でしょう最優秀吹き替え団優勝を受賞した。この他にスリラマロ・チョム・タミル語吹き替え版では、 ナンダムユリバーラクリシュナガンジー・テルグ語吹き替えバンバンでは、ベンキングズレーの吹き替えを担当した。2020年8月5日、ナインティ1 9の検査で陽性反応が示され、チェンナイ市内の病院に入院。その後、容体が悪化し、集中治療室に移送され、人工呼吸器と体外式膜型人工肺による治療を必要とした。息子のチャランは、 ソーシャルメディア上で定期的に更新情報を提供し、タミル映画業界のメンバーは8月20日にズームを介して大規模な祈りを行い、病院の外ではファンによるキャンドルビギルが行われた。9月7日、人工呼吸器とイクモを使用したままであったが、コロナウイルスの検査では陰性であった。彼は軽い発話や身体活動など回復の兆しを見せ始めたが、 病院は9月24日、極めて重篤な状態となり、最大生命維持装置にかかっているとする声明を発表した。バーラスブラマニアムは1ヶ月以上入院した後、2020年9月25日午後1時4分に心肺停止のため死去した。バーラスブラマニアムは、バラモンの出身で、妻サビトリとの間に生まれた娘パンラビ、息子、 SPB チャランはそれぞれプレイバックシンガー、映画プロデューサーとして活動している。ありがとうございます。